横浜市からのエントリー、新婚植木。
は初めてです。気持ちよく走りたいです。ただし明日の仕事に間に合うように横浜まで自動で帰らなければならないので車を壊さないようにしたいと書いてあります。そしてスタートしますのが大決戦の優勝者鈴木25番の木村学院選手が登場いたしました。ラックスポーツクラブヘッドに愛知県ラックフォーミュラGame 6の新入生第4次の新入生の山本です。今回もしまして優勝を果たし
1分25秒50です。
そして今週を走行しますが、あのディジットディジスパーツでおなじみのアルファからのエントリー、アルファの社長中村先生です。埼玉県からのエントリーチーム STP アルファ GAB ディジット SW20 です。とにかく楽しくモータースポーツに今参加してる中村先生、今360度回りまして奥のターンへと伝えます。1分20秒30はベストタイムです。気持ちいっておりますか。今奥のターンへと消えていきます。さあ、お次スタートは前傾95番の松井武選手。松井武選手は強烈からの現在チーム R5 日本電子ダンロップトヨタ AK ダック B です。さあ、最終セクションに向かいます。最終セクションを入ってまいりました。3位集団でした。西原正樹、B地区の無敵のチャンピオン、キング西
モトスポーツプレジールドリーム 10 インシエスです。西田俊介選手、いつも走ってコースなので、いい結果になるように頑張りますと書いてあります。さあ、高速決勝から開催。38秒後半でクリアしてますが、ムサリーこと
最終回のオールスタージムからでは、ドランクラス4位に入賞する、西関西からのエスリー2人ともとも温泉地下現在に走行しております。そして3分の16番からは昨年度の一周のチャンピオンです。2年連続地域関東地区のチャンピオンを誇ります。ゼッケン24番の上木東選手、はい、じゃあ川内が大論だった。大論だった無線がありました。川内
アルファ
から接近90番リリースの方を接近する方は中村先生埼玉県側の SC チーム STP STP アルファ GB リリースとエンタルの2番です先輩の見事なドリフト走行でクリアしております。デッキ104番の坪田浩二、東京都からのエントリー。
NTF オートロックキャロッペリーです。さあ帰ってまいりました全部だ。そこから工事今最終設定の途中です。最終設定の途中です。1分9秒10秒さあ1本目の場合も1分18秒2時間やることができるから。そのため工事最終設定の途中です。最終場合を終わりました。1分19到達だ。そのため工事1分19秒37 1分19秒37 2番ケージです。さあ、前走者の久保坂選手が今、1分19秒37というタイムを出しましたので、手元検証ありますが、走らずしても、もう走ってますね。西原正樹選手、1本目のタイムで優勝が確定しております。あっと、西原選手、パイロンそして脱輪か。パイロンと脱輪ですね。さあ、西原選手のタイム、聞いたか近づか、パイロンタックスで脱輪をしておりますが、1本目のタイムで見事に優勝を決めております。手元ケージではありますけど、優勝を決めております。タイムできたチャンピオン西原正樹選手が今ビクトリーランを行っております。